皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、不安があると不安を呼ぶというお話をしたいと思います。これは多分ですね、言葉を言い換えると、思考は現実化をするっていうお話とかなり似ちゃうんですけれどもね。不安を持つ人は大概同じような思考なので、まあ、ちょっとそこをちょっとお伝えしていくんですけれども、例えばこれをやるとこの先にこんな風に言われちゃうんじゃないかと思うんですっていうタイプの人は、割と人からそういう風に言われることが多いです。あとこれをやるとなんかこういう風になっちゃうような気がする、ないしはそうでなくてもあんまりうまくいかないような気がするみたいなことを言う人も大概そうなります。そして、じゃあ今はこういう状態だけれども、将来に向かってこれなくなっちゃったらどうしようって思ったりすると不安になるんですっていう、将来の不安を今に持ち込んでる人もいます。このタイプも割とそうなりやすいです。まあ本当にいろいろなんですけどね。で、私の結論を言うとですね、起きた時に考えようみたいな感じの思考を持った方がいいと思ってるんですよ。だから起きてないことに対して不安を持つと、それを引き寄せる要因がついでについてくるっていうふうに言われたらわかるでしょうか。あとそこがね、目についちゃうんですよね、やっぱり、その不安要素に思ってることが目についちゃうから、余計その現象が自分の中でこうオーバーフォーカスされちゃって、自分の中で混乱に陥るケースが多いんですよね。まあだからこれがなくなったらどうしようとかっていう不安っていうのは、なくなった時に考えればいいっていうことで、まあ、これは何でしょう、男女関係にも、あるのかな。彼がいなくなったら生きていけないとか、彼女がいなくなったら生きていけないとかね、いう人いますけど、まあ、本当に大好きすぎて生きていけなくなる人もいるのかもしれないですけれども、大概それぐらい大恋愛をしても何かの都合でもしも別れることがあったら、まあ案外違う人とまた数年後に付き合ってることとかをあったりしますよね。で、そしてその時のあの熱い思いは どうなんだっていうぐらい違う人に本気になってたりとかね、まあそういうこともあるので、だからいなくなったらどうしようっていう不安はやっぱり執着を生むんですよね。執着をすると結局 手を離すっていうか、それがなくなることに対しての不安ばっかり大きくって、それを育むとか育てるとかそっちの方に目が向かないことになるから、結局男女間も破綻するケースが多いですし、お客様とかも離れたらどうしようっていう不安で付き合うことになるので、なんかね、言うことにすごいビクビクしちゃうから何でも言うこと聞いちゃうとか、そうするとお客様って何でしょうね、いや神様じゃないって私はよく言うんですけど、お客様は神様ですとかっていう、全て言うことを聞けっていうことはないと思ってるんですよね。お互いに欲しいものと提供したいものがあって、当然この最大公約数的に皆さんが欲しいものを商品開発する、商品を提供することをやるのは、まあ起業家ないしはビジネスパーソンとしては当たり前のことで、これは違う巻きで話もしたことがあるんですけれども、例えば私はスイーツとかはあんまり好きじゃないです。まあこれは私のパーの生徒さんにも有名な話なんですけどね。だけれども、まあ例えば低糖パーのクラスを持っていて、その低糖パーのクラスの生徒さんがどうしても低糖スイーツを習いたいと言って、で私の知人を紹介したんですけど、私から習いたいとか言われて、で結局まあその他何人かいたので、まあ、ビジネス的に私は考えた場合に、私がそのスイーツを習ってきて、もちろんその買い上げてるんですよ、レシピとか買い上げて習ってきて、その友人からね、でそれを教えるっていうことで、教えることを決断するんです。求められるものをサービスとして提供するっていうね、決断をするんですよ。だからそこにはそのビジネスとしてを教える方がいいよねって思うから、お客様の言いなりになるっていう意味ではないし、神様でも何でもないと思っていて、そこは私は対等だっていうふうにね、考えているんです。だから、これを言うことを聞かないとお客さんが離れちゃうと。
か、うん、これを言ってあげないといなくなっちゃうとか、料金を上げたらいなくなっちゃうとか、そういういなくなっちゃう不安を持ってる人って結局言いなりになるしかなくて、安くしろって言われたらはいはい、これをやってって言われたらはいはいって聞く、まあ、ご用聞きみたいなね感じになっちゃう。それってお互いに多分ね本当は不幸なんですよ。お互いにっていうか特に先生が不幸になっちゃうのかな。だから不安とかなくすかもっていうと執着になる。だから手放さないようにするために卑屈になる可能性が高いんですね。なのでそこはね手放しちゃったっていいと思った方がいいわけなんですよね。だから不安を持たないでなったらその時考える。例えばまあそうですね、私も教室の値上げとか何回かしてますけれども、まあ不安というか、まあ、その時ね見た値段でその価値を認めてくれる人が来ればいいというふうに思っていたので、もしかしたら値段を見て引いた人とかもいるのかもしれないですけれども、まあ、そこはそこを OK だっていう人とだけ付き合おうと決めたら別にそんなにお客さんは減らなかったですし、値段を上げたことに対して仮にですよ文句を言われたとするじゃないですか文句を言われる筋合いはないんですよ。だってそういう価格が正当だなというふうに思ってつけてるわけですから。だから文句を言われたことはないんですけど、例えば高いって言われたら、いやその人別に来なくていいと思ってるから、あどうぞ他の安いところに行かれてくださいっていう答えを言うだけなので、文句を言われたらどうしようっていうのはすいません、ちょっと宅急便が来ちゃったんであれだったんですけど、続きを話します。文句を言われたらどうしようっていうことが、まあ、そのまま不安が割と文句を言われる人を引き寄せちゃうことになることが多いんですね。だから基本まあ田園とか、ね、構えてるっていうか、まあ、その時に対処しようって言って不安は先送りにしておいて、その時できることをベストでトライしていくっていう形にした方が多分結果としてうまくケースが多いですね。だからまだね怒ってない不安を持つと今の状態が不安定になるので、あまりおすすめはしないですね。だから将来にそれが起こったらその時に不安に思えばいいわけで、2回不安に思う必要はないっていうことです。だからそれが起こるまでは何もなかったことにするとかね。あとはそうだな、ことさら大きく捉えない方がいいっていうのはありますね。やはり批判的なことを言う人っていうのは当然いたりするんですけれども、な自分の道に信念があり、まあ、確固たるそのこうするべきだと思っているもの、それが、まあ、役に立つ必要とする人のがいるために動いているとすれば、まあ、それが誰かに何かを言われたとしても自分はそういう意味で動いている。だからその人が言ってくることはその人が実現すればいいだけのことなんで、あとは関わらなければいいっていう感覚が私の中にはあります。なのでまあそのなんていうんですかね、不安を思うことによって余計不安を呼ぶっていうことは断ち切った方がいいと思います。何か起こったら考えるっていうその発生ベース的な考え方にすると先の不安を持たなくなりますね。でその代わり持った方がいいのは、この先すごいやばい儲かっちゃうとかね、楽しくってしょうがないことを考えてワクワクしちゃうとか、そういうのは持った方がいいですよ。だって当たるからこれやってるとやばいどうしよう、こんな楽しくってやばいやばいみたいな、そういう楽しいことをね選んでいくと本当に楽しいことしか起こらないし、そういう人しか周りに寄ってこないんですね。不安があると不安系の人々がねすごく寄ってくるので、余計みんなでね不安のどつぼにはまることが多いんですよ。だから私は別にそういう気を読める人ではないんです、スピリチュアル的にですよ。だけれどもなんかねドヨーンとするオーラの集団はわかるんです。だからそこにはなるべく寄らないようにしますね。座の空気と場の空気っていうのはとても大事で、やっぱいいエネルギーを発してる人の空気感のところに行くと思考も明るくなるし、発想とかも豊かになるので、なるべく私はその誰かに迎合するとかひっつくっていうわけじゃないんですけども、そういう場所を選ぶようにしています。だからよくわからないでなんか一回まあね何かの、まあ、お付き合いかなんかでね、断れないお付き合いかなんかで
うん、1回出た時にあまりにもその場の空気がドヨンとしてたりとか、うわこの人たちと関わってるとなんか不幸になりそうみたいな気持ちになるようなことがある場合には次から行かないようにはしているとかね、そういうことで自衛をしているところもあります。だからそもそも自らがそういうオーラを発しない方がいいですし、人は明るいところに寄るというふうに思った方がいいので、これは集客も人間関係も全部共通です。ということで、不安は不安を呼ぶということをご理解いただいたら、怒った時に考えよう、これを標語にしていただければというふうに思います。それでは。